野崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。ファンが選ぶ仮想ドラフト。よし、よし。これはファンの人にアンケートを行って、はい、あなたのファンの推しのチーム、はい、ドラフト1位誰がいいですかっていうアンケートのもと集計した、はい、だからファンの人が選ぶドラフト1位を今日抽選も含めてやります。よし。だから佐々木チャンネルのね、はい、もうドラフトはもう2巡目まで終わったんで、はい、今回は俺らの意見全くなし、はい、ファンの人が選ぶから文句言えませんよ。はい。はい、ね、だからそれで発表してみたいと思います、はい、球団ファンがね、はい、思う位置、そうそうそう、うん、第一巡選択希望選手、埼玉西武宗山瑠衣。内野手、明治大学。おお、宗山くんショートですか。はい、うん、宗山くんが、46% で1位です。わあ、はい、で2位が西川選手、うん、32%、 青学の、はい、うん、でもまあね、で3位が石塚選手、はい、で麦谷選手、渡辺選手と、うん、流れていきますけど、はい、宗山選手が 46% で、はい、1位ですね、はい、まあ、大体野手、まあ、野手、ね、いや、まあ、野手だね、もうね、野手ですね、あ、はい、まあ、そこら辺は一緒だね、うん、そうですね、俺らとね、はいはい、ファンが選ぶ第1回選択希望選手、中日金丸ゆめと、投手関西大学、73% と圧倒的、圧倒的ですね、はい、でも2番目が 13% と、中村選手ね、はい、うん、で3位が村上選手、うん、神戸弘陵、おー、はい、入ってるんや、はい、が 4%、ね、野口捕手も数パーセントですけど、はい、1位選んでるんで、キャッチャーがいないと思ってる人もいるんでしょうね、うん、そうですね、あ、ファンの人の中でね、はい、うん、まあ、でもこれうち、あの、私たちと一緒ですね、そうそうそう、金丸投手を1位って、そうそうそう、1位一緒だね、うん、一緒ですね、ファンが選ぶ第1回選択希望選手、オリックス西川美翔、外野手、青山学院大学、はい、1位。でもなんかあれですかね、やっぱ吉田正尚選手の青学外野っていうのが、うん、あとやっぱちょっと外野が薄い、まあ、いないっちゃいないんだよね、うん、そのレギュラーがね、そうですね、今いろんな選手出てるけど、うん、絶対レギュラーちょっといないんだよね、うん、外野が ね、まあ、西川ぐらいだよね、うんうん、じゃあ西川、西川で、そうそう、ダブル西川、ダブル西川で守っちゃいます、外野、うん、川ばっかりやね、山ばっかりやと、確かに川ばっかり、続いてが 24% で渡辺、はい、で 14% 金丸、今朝丸っていうところになってるんで、うん、だからまあやっぱ野手がね、欲しい、そうですね、野手が欲しいっていう方向ですね、うん、はい、でも西川だとオリックスっぽくないけどね、そうですか、だってなんか当たり前っぽくて、あっていうのがオリックスじゃん、うん、でも意外と一本釣りできる可能性も、可能性もあるね、あるんですよね、ある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 、ね、ある、うんうん、ちなみに、ニキータも数パーセント入ってます、あーですか、はい、ファンが選ぶ第1回選択希望選手、東京ヤクルト金丸ゆめと、うん、投手関西大学、はいはい、2位が中村、うん、ね、3位に石塚来てますね、おー、うん、そうですか、と宗山より石塚の方が多いよパーセンテージ、へー、ね、うん、でもショートじゃなくて、まあ、まずはやっぱりピッチャーっていうところで、まあまあそれは仕方ないよね、うんうん、こうやっぱ一緒だからね、はい、うん、ファンが選ぶ第1回選択希望選手、東北楽天中村優斗、投手愛知工業大学、ちょっとファンの方もこう思ってくれてるの、うん、一緒で嬉しいです、一緒だね、うん、はい、で、25% が中村、で 23% が金丸、おー、右か左かね、あ、そう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 、はい、うん、で 14% が渡辺、宗山、西川といきます、あ、うん、で結構割れてますね、もう結構割れてるね、うん、楽天ファンの皆さんはね、はい、確かにやっぱり野手もスター性のある野手を取りたいっていう声もありますよね、でもまあね、あの中村選手になりました、はい、右の先発ということですね、はい、ファンが選ぶ第1回選択希望選手、広島東洋宗山瑠衣、内野手、明治大学、まあでも公言してるから、そうですね、はい、うん、でも 47%、うん、で渡辺も 35%、 あ、うん、同じぐらいだ、同じぐらいなの、うんうん、結局ね、まあ、渡辺も宗山も両方広陵ですから、うん、はい、で西川が 15%、 あ、うん、まあ、でもみんな野手、やっぱ野手欲しいという方向が一緒ですね、ファンが選ぶ第1回選択希望選手、千葉ロッテ金丸ゆめと、投手
関西大学。おお、ここちょっとピッチャーやねんな、うん、で2位に 16% で宗山、うん、で3位渡辺が 10%、 だから金丸以外は全部野手になります。あで西川でしのぎが 7%、 うん、だから俺らもあながちな。そうですね、うんうん、トンチンカンのことファンの人と意思疎通そこそこできてるよね。できてる、はい、うん、私たちは、まあ、渡辺選手がいいんじゃないですか。野手の方先行くんちゃうかと思ったけどね、うん、ピッチャーかっていうね、はい、うんうん、ファンが選ぶ第1回選択希望選手、横浜 DeNA 金丸ゆめと、うん、投手関西大学、はい、61% です。おかなりかなり一番多い今までで、はい、で2位が中村選手、うん、だからまあね 80% 以上がやっぱピッチャーって言ったね、うん、そうですね、即戦力のいいピッチャー、うん、あと地元で藤田選手、うん、東海大相模、はい、4% 入ってます、うん、地元なんでね、まあ地元ですから、はい、うん、はい、うん、第1回選択希望選手、北海道日本ハム宗山類、内野手明治大学、だ 58% おー結構多いね、結構圧倒的、あでも取れてるからね、取れてますよ、あ取れてますよ、ファンの皆さん、はい、パラレルワールドで取れてますよ、あ俺らのドラフトではね、はい、で2位が金丸、はい、あ、うん、森は入ってますか、あ森入ってないミラクルだからファンが選ぶ第1回選択希望選手、阪神金丸夢と、うん、投手関西大学、はい、53% です、うん、でも 30% 宗山、うん、あと寺西も 3% 日本大学大学入ってます、で今朝丸渡辺、はいはい、まあまあもう金丸くんですね、そうだね、うん、まあ、方針としては一緒ですね、うんうん、あでも一人だけ森一票入ってますよ、阪神にですか、阪神に、へえ、入れたんじゃん先生がそれだったらこっちに入れます確かに、確かに日本ハムいいね、うん、ファンが選ぶ第1回選択希望選手、福岡ソフトバンク宗山類、内野手明治大学、いいねんな、おファンの人はね、でも 30% が宗山で、うん、29% が金丸な、うん、まあ、でもやっぱ今宮選手の後継っていうところですかね、そうそうだね、あで柴田選手が 12% 入ってます、うん、やっぱね、大堀ね、うん、あとニキータが 2% 入ってます、おお人気だな、はいはいはい、外野手でニキータとニキータで、はい、ああニータニキータ何キータみたいな何キータみたいなファンが選ぶ第1回選択希望選手、読売金丸ゆめと、投手関西大学、66% です、うわすごいよ、うん、でも続いて2位が 12% で石塚、へえ、やっぱり未来の坂本をイメージしてんじゃん、うん、ね、うん、で西川宗山だから宗山よりも石塚の方が高い、わそうだ、ファンの人が言うね、うん、選択肢の中では、うんうん、確かにね、で全体ランキングでいうと全部合わせてやっぱり金丸が 45% 一番多いらしいです、はい、で次に宗山が 23%、うん、で次中村が 8%、うん、はい、で次西川美翔 7%、うん、で渡辺誠也 5%、うん、石塚 3% の今朝丸 2% っていうところで、うん、なんかつながっていくらしいですよ、うん、あと NTT 西日本の井原投手とかも、うん、あの結構、ね、あの投票も入ってたり、はい、あとは富士大の麦谷、うん、神戸広陵の村上、はい、富士大佐藤、うん、日体大寺西東海大相模藤田とかも結構入ってる、ね、うん、まあ、この辺がじゃあ1位2位で消えていく、はい、ニキータも結構入ってます、お人気ですね、ニキータで工夫生えての早川、はい、こちらも結構入ってるっていう、ね、うん、ところでこの佐々木チャンネル調べで言うと、はい、抽選に入ります、おこれちゃんとやるから、はい、うん、ファンの人が選ぶね、うん、オリックスの西川選手確定です、わ一本釣りじゃないですか、一本釣り、うん、中村選手の確定ですよ、一緒俺らと一緒、俺らも単独だったもんね、はい、じゃあ金丸5、6、うん、で宗山が4、9だ、はい、あれ金丸投手6球だも私たち一緒じゃないですか、あら、そうだね、うん、そうそうそう、おー、なんか俺らもそんなやっぱマタアテレのこと言ってないよな、そう考えると、ね、うん、コンテル組んでる、めちゃくちゃ考えてないですよ、うん、動画の時間より考えてる方が長いからね、それも動画の時間入れたかったよな、はい、どうするか、はい、この競技見せたら面白いかもしれないですよね、どんな話し合いをしてるのかっていう、じゃあ、うん、じゃあそれでは、はい、宗山選手抽選に入ります、そ
それでは宗山選手の抽選に移りたいと思います。埼玉西武お願いします。広島東洋お願いします。北海道日本ハムお願いします。福岡ソフトバンクお願いします。これがあまりの方ですね、はい、それではお分けください。日本ハムすごくない？すごい。だってさつなぎチャンネルドラフトも日本ハムが引いて、はい、でファンが選ぶドラフトも日本ハムが引いたら、これ本ちゃんも行ったらどうする？やばいっすよ。これもう怖いな逆に。いや怖い。すごい。マジか。いやなんかもう宗山選手日本ハムに行く運命な気がしてきましたね。これはな。じゃあ新庄監督から宗山選手に一言お願いします。ビッグボス。自分の名前言ってるだけじゃん。宗山君はね。しかも今もビッグボスって言ってないし。それでは金丸選手の抽選に移りたいと思います。まずは中日からお願いします。カズキー。カズキー。頼むぞー。東京ヤクルトお願いします。信号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 右で引いたから右で行こう。古田さんもいますから、ここに。よいしょ。次は千葉ロッテお願いします。横浜 DeNA お願いします。阪神お願いします。球児球児火の玉。じゃあこれで、はい、じゃあ阪神こっち。読売お願いします。じゃあまず順番に行こう、はい、中日からお願いします。あーカズキヤクルトお願いします、はい。さっきこれだったからな。はい、これに声が出ましたからね、うん、うわぁぁぁぁぁ怖い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 。これだって、デジャブデジャブ東大生とか賢い人に確率計算してほしいよな、ね、何億分の1とかね、ね、河野くんにびっくりしたヤクルトで東京ヤクルトに決まりました。おめでとうございます。いや見事ね、引き当てました高津監督に来ていただいてます、はい、今のお気持ちどうでしょうか。絶対大丈夫すごい怖い怖い怖いよ。そんなことある？だって抽選してんのに、はい、ヤクルトと日本ハムが宗山と金丸全く一緒やで、はい、ありえへんよな。本当にこれ本当に金丸くんヤクルト行く気がしてきちゃいました。もうこれもう本ちゃん、もう逆にドキドキしちゃうね、ヤクルトかなってあとはもうヤクルトが金丸、日本ハムが宗山を行くかどうかだけやな、はい、そうですね怖い怖い、あびっくりした。で2巡目はね、西武は宗山次西川って言ってるんだけど、はい、まあ、西川いないじゃんね、もうね、はい、やったらもう石塚ね、この投票順でいけば、はい、で中日は金丸、中村がいなかった次村上です。おー、広島が宗山の次が渡辺です。渡辺まだ取れてないもんね、はい、うんうん、でロッテが金丸、宗山、あ、渡辺です。抽選だね、抽選ですね、うん、横浜が金丸、中村、宗山、藤田です。おファンの人がね、お、はい、これファンの人が選んでるからね、うん、俺らは関係ないからね、はい、うん、
で日本ハムは取れた、うん、で阪神が金丸の次が宗山で寺西です。ソフトバンクが、宗山、金丸、中村、柴田です。いや柴田君、やっぱ柴田君、そう俺らも柴田ドラフト1位だもんね。うん、いいですね。ああ俺らもホークスのこととか分かってんねん、ちゃんとね。ジャイアンツは？ジャイアンツは金丸、石塚。あ、じゃあかぶるかな。かぶる。ドラフト1位ですから、まだ。です。はい。はい。じゃあ、ってことは、はい、投票に入ります。それでは渡辺選手の抽選に入ります。広島投票、お願いします。千葉ロッテ、お願いします。お分けください。イエーイ。千葉ロッテに獲得いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう渡辺選手ですよね。渡辺選手ロッテいいよね、うん、俺らの中では1位だったからね。そうです、そうですね、うん、はい、じゃ続いて石塚選手。それでは石塚選手の抽選に入ります。埼玉西武、お願いします。はい。はい、読売、お願いします。お分けください。イエーイ。ここでも巨人の抽選が弱い。弱い。去年は朝の日にいたけど、おととしか。そうですね。石塚選手は埼玉西武に決まりました。はい。じゃああと広島と巨人だけ決まってないんだもんね。そうですね。で巨人は金丸、石塚、西川、宗山、中村、今朝丸です。あ、はい。広島が宗山、渡辺、西川、うん、金丸、酒井です。そう、高校生の、はい、酒井亮、はい、関東第一高校、うん、おお、これファンの人が選ぶ、決勝は言ってますからね、うん、ああ結構でもバランスいいですね。そうだね、うん、だからやっぱり一番の怖いのは、はい、ヤクルト金丸、日本ハム宗山がどこでやっても抽選が当たるっていう。これちょっと本当にびっくりですね。だからファンの人が選ぶのと、うん、だから里崎チャンネルと真剣にドラフトもくじ引きでやって、うん、一緒なのが楽天の中村、はい、ヤクルト金丸、うん、で日本ハム宗山が一緒かな、はい、まあでもあの2巡目までやったところで言うと全部入ってんじゃない、だいたい、まあ、酒井選手かな、ちょっと俺は入れてなかったけど、はい、うん、であの吉田投手がファンの中で入ってなかったですね、うん、そう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 、しのぎ投手も入ってたけどね、はい、入ったの、そう、投票には入ってたけど、まあ、それまでに終わっちゃったんでね、はい、だからファンの人と会ってるのは中日、ヤクルト、まあ、広島で DeNA、阪神、巨人で日本ハムか、楽天ね、あ、でまあそこそこ合ってるよね。セリーグ全部合ってるんじゃないですか。あ、そうだね、うんうん、合ってるね。すごい、ファンの人との思いは一緒だね。思いが一緒だね。だからあの文句は受け付けなくていいよね、はい、一緒だからね。一緒ですね、あ、だからまあ、うん、見てる人もね、それはいろんな意見あるから、うん、何が正解とか不正解はないけど、うん、まあその民意は受け止めてるね、はい、組んでますね結構ね。いやでもこれ見がいあるね、はい、見がいある。ヤクルトと日本ハムがどうするのか、うん、あとはロッテは俺らは野手の方がいいと思うけど、はい、ファンの人はピッチャーがっていうところの1位があるからね、はい、まあそこがどうなるのか、まあ、オリックスも俺ら高校生投手かなと思ったけど、やっぱりファンの人はやっぱ野手でしょうっていう、まあ野手もいないからね、うん、っていうところがあるね。あとは大体一緒かな。そうですね、方向性は一緒ですね。まあ、ただこの広島の酒井君がね、彼の方が選んだ酒井君が、うん、果たして何位で来るのかって、あ、そうそうだね、ちょっと注目したいですね。いや、この里崎チャンネルの仮想ドラフトとこのファンが選ぶドラフトの動画全部見た上でドラフト見たらめちゃくちゃ面白いと思う。いや、これはめっちゃおもろいよ、もう、うん、ヤクルトと日本ハムの抽選、もう鼻血出るで、うん、どう、それでもしヤクルトが金丸、日本ハムの胸山になったら、うん、もう怖いな。怖いです、うん、でもありそうなんですよね。いやー、すごい、ね、や
とこれドラフトあんまり詳しくない山ちゃん詳しくないよって方も、うん、名前やっぱかなり覚えると思うんですよね、うん、このドラフト見ると、うん、ね、うん、これでね、うん、多分佐々木チャンネル、まあ、見てない人もいるやん、はい、その俺らが仕事してるところでね、うんうん、でも俺と袴田さんだけめっちゃドキドキしてる、うん、本当にめっちゃドキドキしてるはぁみたいなしかもヤクルトと日本ハムが引いた時に、はい、多分俺らだけ100倍テンション高いやろなで周りがあんまりついてこれてないみたいな周りはおーおーみたいなうわー嘘やろみたいなね。でしょうか。いやーでもやっぱ選択がどうなるかまだ分かんないですね。分かんないもん、うん。それはどうなるかね。うん、日本ハムがウルトラシーの森行く可能性もあるからね。ヤクルトがもしかしたらもう一本釣りの投手とか選んでくる可能性もあるけども、うん、ね。いやー面白かったなー。ね。まあでもどうなるかね。はい、ね、うん、もう一週間来てるからね。はい。そうですね。うん、長きにわたりね。うん。そうですね。はい。みんなこれ全部見てもらったら本当楽しいと思います。何が足りなくてどんな選手がいるのか、仮想ドラフトして、うん、で当日ね、はい、結果はどうなるのかって、ね、はい、ドラフトより楽しめますからね。見てないから過去の動画も見ていただいてね。そうそうそう、はい、まあ、ということでね、はい、本番をドキドキしながら楽しみましょう。はい。